ポメラニアンのふわふわの毛並みは飼い主さんの心を満たす一方、その抜け毛の問題は日々のお手入れが大切です。この動画ではポメラニアンの抜け毛に関する最善の対策とケア方法について詳しく解説します。犬の皮毛の種類にはダブルコートとシングルコートがあります。シングルコートというのはオーバーコートと呼ばれる硬い毛の1種類だけが表皮から生えているタイプで、ダブルコートというのはオーバーコートとアンダーコートと呼ばれる柔らかい毛の2種類が生えているタイプです。ポメラニアンの皮毛はダブルコートです。ポメラニアンの骨格は小さめですが、ダブルコートで皮毛にボリュームがあるため体が大きく見えるかもしれません。アンダーコートが豊富なので、たてがみのような首回りや腰の上に巻き上がるふさふさの尻尾、お尻回りなど美しいスタイルを作れるのが特徴です。魅力的な見た目を作り出すのもこの美しい毛並みなのです。ただこの美しさを保つためには定期的なケアが必要になります。他の犬種と比べても1年を通して抜け毛の量はとても多いです。特にポメラニアンの換毛期は1年に2回、春と秋にやってきます。この時期にはたくさんの毛が抜けてしまい、新しい毛が芽生えるのを見ることができます。換毛期では普段より頻繁にブラッシングをしたり、抜けた毛を取り除いたりすることが大切になってきます。また毛が絡むことが多いので、優しくケアをすることが必要です。ブラッシングをして体の表面についている抜け毛を取ってあげれば、床に落ちる抜け毛を少なくできます。こまめにお手入れをしてあげましょう。ペットを飼っていてもいなくても掃除は大変ですが、ポメラニアンの抜け毛はとても厄介です。モコモコの特徴の毛はもうふもふで可愛いのですが、そのふん抜け毛も半端なく多いです。毎日ブラッシングしても抜け毛に追いつかないレベルです。家を出る直前で服につく抜け毛に気づいて慌ててコロコロをかけることもしょっちゅうあります。また衣服以外のタオルなどにも風呂上がりや洗顔後なども気になるぐらい割と毛がついてます。ポメラニアンのふわふわした皮毛は絡まりやすく、放置するとマット状になり毛玉ができやすいです。手で触っても毛玉になっていることがわかります。毛玉を放置すると汚れがたまり、寄生虫が発生して炎症や皮膚病の原因になります。皮膚が引っ張られて痛みが生じることもあり、いいことは一つもありません。毛玉を見つけたらすぐに対処する必要があります。犬の毛玉は大きくなればなるほど対処が難しくなるので、毛玉を発見したら小さいうちにブラシでほぐしてあげましょう。抜け毛やフケはアレルギーの原因となることがあり、家族にアレルギー持ちがいる場合は特に問題になります。犬アレルギーの症状として特に目立つのがくしゃみや咳、鼻水などの症状です。さらに目の充血やかゆみ、皮膚のかゆみや赤み、じんましんなどの症状も頻繁に出てきます。犬アレルギーは犬に触れた後だけではなく、犬に近づいたり犬と同じ空間にいたりするだけでも症状が現れることが特徴です。犬と過ごした後に高確率でこれらの症状が出るという場合にはアレルギーを疑わなければなりません。ポメラニアンは抜け毛が多い犬種です。そのため週に3回は丁寧なブラッシングが欠かせません。特に抜け毛が多い換毛期は可能であれば毎日ブラッシングしてあげるようにしましょう。これにより抜け毛を取り除き、毛の絡まりを防ぎます。使用するブラシとしてはスリッカーブラシやピンブラシがおすすめです。
定期的にプロのグルーマーにトリミングを依頼するのも有効です。これにより、毛の状態を最適に保ち、皮膚の健康も維持できます。トリミングのカット方法については賛否両論あります。大前提で知ってもらいたい知識は、ポメラニアンはカットが必要な犬種ではないことです。暑そうだからバリカンを使ってのサマーカットをしたいと思いますが、バリカン仕上げは元通りに毛が伸びなくなる確率がぐっと上がります。もちろん全員とは言いませんが、毛質も変わる可能性もありますし、皮膚が紫外線を浴びることで皮膚疾患が起こる可能性もあります。毎日掃除するのは大変です。ルンバのような高性能な掃除機を使用することで、部屋中に散らばる抜け毛を効率的に掃除できます。特にペット用アタッチメントがついている掃除機が便利です。空気清浄機やエアフィルターを使用することで、空気中の毛やアレルゲンを減らすことができます。これによりアレルギー症状の軽減が期待できます。カバーやブランケットなど、ポメラニアンがよく使うアイテムは頻繁に洗濯することで毛の付着を減らせます。また定期的な掃除も重要です。ポメラニアンはあまり頻繁にシャンプーする必要はありませんが、月に一度程度のシャンプーは健康な皮毛と皮膚を保つために有効です。シャンプー後はしっかりと乾かし、ブラッシングを行いましょう。質の良いドッグフードを与えることで毛の健康を保つことができます。良質な食事は皮毛の質を向上させ、抜け毛を減らす効果があります。これらの対策を講じることで、ポメラニアンの毛の手入れと掃除の大変さを軽減し、快適な生活環境を保つことができます。最後に、犬の寿命は15歳前後なので、散歩ができる体力、見取りれる年齢、お金が続くのかを考えた上でワンコのお迎えをしましょう。お金や手間など子供を育てるのと同じぐらい大変ですが、家族の一員として最後まで一緒にいる覚悟を持っていきましょう。私のチャンネルでは日常のワンコライフをお伝えしてます。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントをお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。